の家族に近づくな。伊之助、来るぞ。ぶった切ってやるぜ。わかんねえこと、出ちゃねえ。ここに正気を保っていないのか。やめろ。この気力を全力まで忘れて。で、なんて感傷な野郎だ。大丈夫だ、少しは効いてる。このまま攻撃を続けよう。お前に言われなくともそうするつもりだ。そうか、頼りにしている。いつでも行けるぞ。手を止めるな。俺はいつでも行けるぞ。弱ってきてんのか、そうじゃないのか、どっちだ。わからない、表情が読めない。だけど攻撃の手は緩めるな。奴が大きな隙を見せるまで攻撃を続けるんだ。俺に指図すんじゃねえ。勝負勝負やっちゃい。それをなして震えてんの。敵からこれほどの圧を今まで感じたことがない。ダメだ、出ねえ。俺は死ぬ、殺される。死ぬな、俺が戻るまで死ぬな。どのような時でも誇り高く生きてくださいませ。負けねえ、絶対負けねえ。俺は鬼殺隊の走りら伊之助だ。かかってきやがれ、ゴミクソが。けっ、バイランか。俺がズタボロにしてやる。ちょっとずらせ。
水の呼吸、死の型。人たちの威力が違う。天地ほど差がある。すげえすげえすげえ。なんだこいつ、ワクワクが止まらねえぞ。おい、俺と戦え半々羽織。あの十二鬼月にお前は勝った。その前に俺が勝つ、そういう計算だ。そうすれば一番強いのは俺って寸法だ。修行し直せ、たわけ者。なに、今のは十二気づきでも何でもない。そんなこともわからないのか。わかってるわ。十二気づきとか言ってたのは炭治郎だからな。俺はそれをそのまま言っただけだからな。おい、なんだこれ、縛られてる。己の怪我の程度もわからない奴は戦いに関わるな。聞こえねえよ、早えんだよ歩くの。待てこらー。